いいよね、香川くんとこお客さん入ってて羨ましいわ。あ、手はトイレの中で洗ってきてるよ。もちろん。逃げないよ。羨ましいじゃん。だって店舗2店舗目出せるぐらいなんだから。12月12日と12月15日は22時ぐらいまで客を入れてた。どこが？どこが？いや、配信はしてるけど店は終わってるから。え、何？配信をやってたらそれが全部店開けてることになるんだ。いや、いないから、ごめんなさい。はい、もうそういう、いい、あ、香川の店がね。それは俺、香川くんの店は知らないよ。うん、俺とかないから。だって考えてみろ、俺の店はあのお客さんいねえんだから。スカじゃんなあ。そうよ、なんでいないんだ。知らねえよ、俺に魅力はねえからじゃねえの。いや、今営業中だよ。看板もついてますよ。あ、ビール、どうも。冷凍に残ってるから。あ、そうですか。はい、お疲れ様。香川の店は女が多い。あ、そう。羨ましいな。いつまで髪の毛伸ばすの？あったかくなるまでよ。本気で言ってんのかな。あっちって面白いから言ってるだけな風にしか捉えられないんだけど。まあ本当にね、俺はなんとかやっていけると思うよ。だってうなちゃんも大丈夫だと思うよ。まあもがいてやってきゃいいんじゃねえかな。
大丈夫だと思います。なんだかんだ大丈夫。まあなんだかんだ大丈夫なのかな。ベリナで試験もしてました。してないから。はい、そっかな。もう何でもさ、そういうことをやったらいいんだよ。だって上になってお前言っちゃってんじゃん。家あるってことですか、どういうことですか。家がなくなってるってお前ら、お前叩いてたのが何上りなとか言っちゃって、ああ負けた、また俺勝っちゃったや。上りなだってや、最高。よろしく。おい、家がないんじゃなかったの俺、何ウェリナとか言っちゃってんすか、クソ野郎。バカが、最後までブレるなよ。あ、ブレ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 、最高です。まあこういうことですよ、アンチなんて。ああ、ありがとうございます。それは面白くないよ、アンチは。負けてんだもん。勝ったらハッピーだろ、お前らは。負けちゃってんだもん、それはダウナーだよ、お前ら。お疲れ様です。今日はつまんなくてね、すいません。勝ち負けじゃなくて何やってんだよ。ああ、握手しろよ、この野郎。お前がソースがないから、ソース出したら、お前ら見ないふりするから。すーごい俺ソース出しちゃうんだよね。ロレツは大丈夫？何やってんだよお前。ちょっと酔っ払ってきてるだけだろこの野郎。おい、心配しなくていいんだよ。今谷町六丁目だから知らねえよ、てめえのいる場所なんか。いちいちうるせえんだよ。なんだよ谷町六丁目だからって。だから何なんだよこの野郎。完全にダメだね。うん、まあアンチのソース出せっていう前に、俺が毎日この店で放送できて、お前らと喋ってる時点でこれがソースなんだよ。あ、原ちゃんみたいに家がなくなってとかどうのこうのなんて言わねえから。あら、ニヤついてここで放送やってお前らのコメント見てバーカって思ってるだけ。あ、こいつらよ、バカだろお前ら。で、俺はもうな、時間が来たら放送終わって、じゃあ家帰るから、じゃあねーって、それだけです。何がソースだよ。お前らに見せる必要ないんだよ、俺の人生のソースなんて、プライベートソースなんて。ああ、
リーがもう逃げたらしい。だからどこに逃げたんだよ。アラちゃんも結構しぶといからね、上がんねえな。ああ、ウェリナ見せれないの？なんで見たいの？ねえ、俺写メでも撮って見してんじゃん。別に家あるよって。うん、何？あ、ダメなんだ。へえ、めんどくせえ。付き合いきれないんで、すいません。その件に関してはもう、はい、さようならです。いや、優雅に手とかしてやらねえのって知らねえよ。一生懸命何話してんだよ。すごく一生懸命じゃない俺。笑って話してんの。バカ相手に。こいつらこの程度ぐらいでいいやって。ああ、めんどくせえから。どっから逃げてんだ俺は。逃げ場所なんかねえぞおめえよ。逃げ場所なんかないんですよ。どこですか？どこに逃げたんですか？ああ、頑張ってください。いや、俺は普通だから。俺は言われ通りやるだけだから。ああ。そろそろ今日は終わろうか。テレビを見るか。お客さんも来ねえしな。まあ、6時ぐらいになったら酒屋にちょっと注文しなきゃなんねえものがあるから。6時だ。あと30分ぐらいな。ああ、いや、まだ逃げてねえじゃんよ。で、これを逃げじゃなくて、俺は6時ぐらいまではやるよって言ってんだから。そんなカリカリすんなよ。あとはお前ら好きなこと言いてって言ってんだよ。どんぐらいじゃんかよ、お前、お客さん来ねえんだから。あとはお前ら好きなとこ行けよ。お前のための酒屋か。いや、違うよ。次に来るお客さんが飲むお酒がない困るからね。うん、二階堂を今日は2本と一緒にな。あとはロックアイス3キロを3つ。あとはいられるか。うん、いや、来ないけど用意はしとかないとダメだ。まあ、しょうがねえよ。それはやっぱりねえ、つまみ。俺ね、今日ね、実はね、柿バターを用意してたんだけど、キノコと柿のオイスター炒め、バター炒め。ああ。
昨日ね、俺ね、自分のために作ってみて食ったけど、うまかった。プリップリだったよ。プリップリ。だからさ、そのいくらとか聞くのはもうね、子供なんだよ。佐野の店来てね、いくらとか聞くのやめて。だってこの間のお客さんだってさ、おでん800円だけどね、おかわり自由だよって言って3回おかわりしてたからね。そういうことよ。